こんにちは、安西です。今回は鈴鹿セブンマウンテンの一つ御在所岳を登りたいと思います。御在所岳はですね、僕の動画の中では多分初めてですね。はい、過去にはね何回か登ったことがあります。で、今日はですね11月2日となるんですけれども、そろそろね紅葉で木が色づいてきてるんじゃないかなと思ってやってきました。はい、で、御在所岳はですね、この中登山道が有名なというか、まあ、人気のルートになるんですけれども、今回はここからちょっと離れた登山口になります一の谷新道だったかな、そちらから登っていきたいと思います。結構ねそっちの方が紅葉が綺麗というような情報をね入手したので、はい、そちらから行ってみたいと思います。一の谷新道はねこちらとなります。はい、といった感じでですね、中登山道口からすぐのところにあります。台数は少ないですけれども、駐車場もね、ありますね。で、ちょっとした売店とトイレもありますね。はい、それではですね早速登っていきたいと思います。はい、もう早速ですね、なかなかな登山道です。多分ね中登山道に比べると整備そこまでされてないんじゃないかなと思われます。まあ、よりね自然の登山道に近いといった感じでしょうかね。はい、15分ぐらい登ってきました。ちょっとね開けましたね。はい、あ、山頂方面も見えますね。こっちの方です。そしてロープウェイなんかも動いてますね。下の方はですねまだちらほらとしか色づいてないんですけれども、上の方を見るとね結構色づいてる感じがします。御在所岳はね上の方から徐々に下の方に向かって紅葉していく感じで、大体ね1ヶ月ぐらい楽しめるそうですね。あ、でも場所によっては結構カラフルでいい感じですね。いやー結構登りますね。なかなか大変です。はい、登山開始45分、見晴らし台というところ、あっちですかね。よいしょ。おお、これはいいですね。すごい。結構ね、針葉樹林が多いんですけれども、他のね紅葉樹林はかなり色づいてるんじゃないでしょうかね。いい感じです。
はい、見晴らし台綺麗でしたね。その後もですね、すぐにこの通り険しい道が現れます。なかなかね、登りごたえがあります。一の谷新道、だいぶね、色づいてる木も多くなってきました。綺麗です。おー、すごい、めちゃくちゃ綺麗ですね。空の青空も映えます。いい感じ。なんかすんごい岩が現れました。でか。あ、こっちにも高見岩というそうですね。登れるのかな。はい、高見岩ですね。なんとか険しいところを登ってきました。はい、こんな感じですけれども、かなりね大変でした。はい、でこっから見える景色がね本当にすごいので、ぜひ見てもらいたいです。こちらです。どん。いや、すごくないですか。さっきの見晴らし台よりもいい景色です。もうね、下の街並みと言いますか、はい、いろんなね街が見えますね。もうこの御在所岳の全容ですね。はい、とても綺麗です。はい、とても絶景でした。もう景色もね堪能しましたということで、ちょっとね気をつけて降りて、山頂の方を目指していきたいと思います。相変わらず険しいところが多いですね。岩場とか、最近はね、こうやってはしごが設置されているところもありますね。ロープと。よいしょ。階段なんかも出てきました。だいぶ上に近づいてきたんかな。鎌ヶ岳がよく見えるようになりました。これですね、とんがってます。奥に見えるこれは、入道ヶ岳かな。で、これはキララミネですね。以前このキララミネから鎌ヶ岳縦走してピストンする登山をやりました。はい、何も書いてないですけど、右に行くとロープウェイ乗り場方面へ続く道ですね。で、左に行くと山頂につながっている道のようですので、今回はね山頂の方へ向かいたいと思います。もうだいぶ上に来たということで、紅葉がめちゃくちゃ綺麗です。
すごいね。あ、もうすぐでしたね。さっきの道右に行くとすぐロープウェイ乗り場に着きそうです。山頂はね、もうちょっと離れたところにあります。あ、こっちの道もすぐ広場に出ましたね。山頂の標識がね、ここら辺にうっすら見えてるあっちですね。ちょっと歩いていこうと思います。ロープウェイ乗り場からね、山頂付近までリフトに乗っていくこともできるみたいですね。まあ登山者はね、使わないですよ。ちゃんと自分の足で登ります。はい、ということで、御在所だけ登頂しました。やりました。2時間20分ぐらいですね。はい、一等三角点ですね。山頂はかなり広いです。ここにいるだけじゃいろいろ景色は見えないですね。あっちの方とかも行ったりしながらちょっといろいろ撮っていこうと思います。はい、ということで御在所岳山頂からの景色でした。いかがでしたでしょうか。うん、あんまりね、高い山はないんですけれども、このね、鈴鹿セブンマウンテン、まあ、鈴鹿山脈のいろんなね、山々が見れたかなと思います。なんかね、琵琶湖とかも見えるそうなんですけれども、ちょっとね、霞んでて、見えたかどうかは定かではないです。はい、で今回はですね、一の谷新道で登ってきたんですけれども、かなり険しかったです。はい、終始ね、急登の連続でした。岩場とかね、すんごいシャドウの根っこ地帯とかいろいろねありまして、足場もねかなり悪かったかなと思います。ただね、紅葉はかなり綺麗だったかなと思います。なので、御在所岳ですね、中道中登山道がですね、メジャーなルートですけれども、あちらもですね、決して、簡単というわけではないですね。確か岩場とかもあったりしますので、まあ、アスレチックのような感じで、楽しみながら行けるようなルートではあるんですけれども、まあ、それをね、ちょっと難しくしたバージョンが一の谷新道という感じですかね。はい、まあ、結構ね大変でしたけれども、アルプスのね岩場なのに向けた練習としてはかなりいい感じのコースかなと思います。
はい、で紅葉はですね今日11月2日なんですけれども、頂上付近はですねもう終わりかけなのかな、ちょっとね枯れてる木が多かったかなと思います。今見頃なのはね頂上ではないですけども上の方といった感じですかね、まあ、なので11月上旬は上の方、中旬は中腹、下旬は温泉街といった感じで紅葉が移っていくんじゃないかなと思います。はい、ということでこれから下山していくんですけれども最悪ロープを使うかもしれません。はい、なので動画はここで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。